紫輝くんの素晴らしい家族愛、無償の支援と経済的な責任。紫輝くんのお金の管理者は誰驚愕の事実が明かされる。紫輝くんは、その魅力的な人柄と卓越した運動能力で多くの人々を魅了してきました。しかし、彼の成功の裏には、彼を支え、育てた素晴らしい家族がいます。特に、彼のお母さんは、彼の成長において欠かせない存在であり、 その愛と献身には感動を禁じ得ません。お母さんは紫輝くんのお金の管理を無償で行っています。これは彼女が紫輝くんに対する深い愛情と信頼を示している証です。お金の管理は重要な責任であり、信頼できる人に任せることが一番です。お母さんはその役割を果たし、紫輝くんに安心感を与えています。紫輝くんはお母さんに恩返しをしたいと思っています。 彼は、お母さんが彼を支えてくれたことに感謝の気持ちを抱いています。彼らの関係は、相互の無償の愛に満ちており、お母さんの言葉、稼いだお金は自分に使いなさいという言葉には、真ならではの深い愛情が込められています。彼らの家族は、おばあちゃんを含めて、まさに素晴らしい存在です。紫輝くんのお母さんは、無償で彼のお金を管理することで、一層その素晴らしさを示しています。 しかし、この事実には、さらなる疑問が湧き上がります。紫輝くんは、お金に対してさほど執着心がなく、気前が良い印象を持たれていますが、実際にはどうなのでしょうか。以前、彼が所属していた事務所のメンバーが、紫輝くんに税金に関することを教えてもらったと話していたと聞きました。これには驚きました。紫輝くんは興味のあることには詳しく、 興味のないことには関心を持たないというイメージがありましたが、税金について詳しいのかもしれません。紫輝くんのお母さんは経営者であり、税金対策をきちんと行っているでしょう。弟さんもいるため、税理士の助けを借りているかもしれません。彼らの家族は多くの税金を支払っていることでしょう。その税金は、ぜひ復興支援などに活用されることを願います。 紫輝くんの素晴らしい家族愛とお母さんの経済的な責任は彼の成功の陰にある重要な要素です。彼の人柄と運動能力に加えて、これらの家族の支えが彼の輝きをより一層引き立てているのです。この家族の物語は私たちに家族の絆と無償な愛の尊さを伝えてくれます。 紫輝くんの成功は、彼自身の努力だけでなく、家族の支えや愛情によって支えられていることを改めて感じさせられます。彼のお母さんの経済的な責任は、紫輝くんにとって大きな安心感をもたらしています。そして、彼がお金に対して気前よく使う姿勢は、家族の絆と愛情の一環として捉えられるでしょう。また、紫輝くんが税金に関心を持ち、 税金対策をきちんと行っていることも注目に値します。彼の家族は税金を支払い、社会への貢献をしていることでしょう。その税金が社会的な課題や復興支援などに活用されることを願いたいと思います。紫輝くんと彼の家族の物語は、多くの人々に勇気や感動を与えることでしょう。彼らの絆と愛情は、 成功の背後にある重要な要素であり、私たちに家族の大切さを再認識させてくれます。